皆様こんばんは。メルセデスベンツ武蔵野の販売部の柳吉でございます。本日はご覧いただき誠にありがとうございます。今回武蔵野の初の試みといたしまして、ライブ配信を開始させていただきます。ちょっと拙い部分が結構多々あると思いますけども、よろしくお願いいたします。今回は約30分で新型 C クラスの魅力の紹介と実際に走行の様子を皆さんにお伝えいたします。では早速参りましょうか。じゃあどうぞ。こちらでございます。いかがですか。こちらが C200 アバンゲルド。こちら C200 のアバンゲルド ISP 搭載モデルのお車でございます。5駆動ガソリンエンジンのもので、なんとこちらの色新色なんですよ。スペクトラルブルーという品種でございまして、先端にも C クラスのブルー、明るいブルーはあったんですけども、こうやって比較していただくと少し明るい印象がありますよね。なのでよりこうスポーティーでちょっと近未来感があるようなお色に仕上がっています。こちらのお車は、フルオプションでございまして、オプション内容はベーシックライン、ベーシックパッケージ、AMG ライン、レザーエクスクルーシブパッケージ、メタリックペイント、リアアクセルステアリング、そしてパノラミックスライディングルーフが付いております。内容や価格のことに関しましては、今回申し訳ございませんが、割愛させていただきます。なので、気になる方は、ぜひメルセデスベンツ武蔵野に足を運んでいただいていただければなと思います。またメルセデスベンツジャパンの方にもカタログ、ウェブカタログございますので、そちらでご確認していただければと思います。では早速ダイソーと内装の方を説明させていただきたいと思います。では一度ちょっと一周してみましょうか。車のフロントです。でこちらがこちらがギアになります。最後行きましょうか。最後です。でこちら。また通っていただいて、では今回まず最初の外装編から行かせていただきます。3パートに分けます。フロント、サイド、そしてギアの3つのポイントでお車の魅力を紹介していきたいと思います。では最初にフロント、いかがですか。最新のメルセデスのデザインを取り入れ、目はシャープで薄くワイドに。そして全体的に丸くなったような印象があると思います。そして目を引くのはやはりこちら AMG ラインの装着枠なんですけども、ワイドになったこちらのグリル、そして空力特性を考慮したフロントのスポイラーバンパーですね。こちらのおかげもあってフロントから見るとだいぶこうワイドになったイメージがあるかと思いますけども、実はこちら1センチしか先代と比べて幅が伸びてないんですよ。なので 1820mm でございます。取り回しがすごくいいので、普段使いだと思います。
注射とかに止まるのがグッドポイントだと思います。では そうですね、次にじゃあ最後に見ていきましょうか。こちらのダイヤモンド、はい、ダイヤモンドグリルではちょっと様子おかしいですね。ダイヤモンドグリルではない。あ、そうなんですよ。こちらよく見ていただければ分かると思いますけど、昔のダイヤモンドビルと違い、キーもスリーポイントテッドスターにかたどったグリルを採用しました。こちらがスターマークグリルといいまして、最新のこちらの新型の C クラスとマイナーチェンジをした CLS クラスに使われているグリルでございます。まあ、遠目から見てもすごく個性的で、かつ上品な仕上がりになっていると思います。かつやはりメルセデスは遊び心があることをしてくるなっていうのがすごい僕は大好きなんですけども、そうですね、いいですよね。以上、まあ、こんな感じでだいぶご覧いただきましたということでございます。で、2点目フロントの紹介に移ります。こちらのヘッドライトにご注目ください。こちらはまあ一見するとあまり変わってないんじゃないかなっていう印象を受けることがあるんですけども、 S クラスと同じでデジタルライトという新型の新機構のライトを搭載しております。マルチビーム LED にプラスして付けられたこちらのライトなんですけども、とても賢くてかつ精度がすごい高いライトになっておりまして、まあいわば当てたいところにこう正確にライトを当てられるというような機能でございます。例えば対向車があったり前走車、歩行者をそのセンターのあるこのマルチパーパスカメラに読み取って、まあ、対向車や歩行者とかの視界を遮らないように調光してくれるという、まあ、すごく賢いライトになりました。それがよりデジタルライトをつけることによって、よりこう精度がすごく上がるようになりました。まあ、やはりそういった、もちろんドライバーのことを考えてももちろんなんですけども、周りの環境のことも考えて、車作りをしているのは、やはりさすがメルセデスだなという印象ではございます。そして、まあ、ボンネットに移りましょうか。ボンネット。こちらに、こう、2本の、左右に、2本の、浮き上がったパーツがあると思うんですけども、こちらはパワーバルジ、パワードームというメーカーでございまして、先代の C63AMG などスポーツモデルによく取り入れられたデザインでございまして、今回メルセデスの C クラスで、最新の C クラスでは標準装備でこちらのパワーバルジも採用させていただきましたので、とてもスポーティーな印象になるかと思います。では以上でフロントの説明終わりにしたいと思います。では次サイドに行きましょうか。こちらでございます。少々お待ちくださいね。ごめんなさい。聞こえてますか？ちょっとすいません、テストです、テストです。聞こえてますか？すいません、ちょっと。あれで声が入ってない。ちょっと困っちゃったらどうしようかな。聞こえてますか？
すいません、ちょっと音声の不具合で一回止めさせていただいてます。すいません。ありがとうございます。すいません。では、再開させていただきます。すいません。お手伝いをおかけしました。ちょっと、すいません。深いと思って。では、再度の説明に移りたいと思います。こちら、全体的にちょっと、フォルムの方を横から見ていただきたいんですけども。今回も、Cクラス、典型的な、セダンの理想形の方を追求いたしまして、フロントは長く、リアは短く、ロングノーズ、ショートデッキを採用させていただいております。これだけでもすごく綺麗な車だなと思うんですけど、それにプラスで、やはり横にも最新のメルセデスのデザインを取り入れております。横のサイドラインを極力なくして、凹凸をこう少なくしてます。だから他を見ていただくのはすごい分かりやすいんですけども、ラインは基本的にこの1本だけなんです。こちらのキャットウォークラインという、S クラスにも採用されているラインなんですけども、ラインはこれが、メインで、他はほぼほぼないです。あとは、このボディの曲線、この曲線で、ボディラインで抑揚をつけることによって車の美を表現しています。これが最近メルセデスが取り入れている引き算のデザイン。メルセデス・ベンツではセンシュルクルティ、観音的純粋という言葉を使っているんですけど、ちょっと分かりづらいかもしれないので、僕は引き算の美だと思って解釈しています。こちらを取り入れたことによってとても上品でかつ丸みのあるお車に仕上がったと思います。で、後で説明させていただくんですけども、空力にもやはりこういうのが影響してくるので、やはりそういった部分も考えられてるなっていう感じがします。で、次にこちらのサイドスカート、 AMG ラインのサイドスカートなんですけども、先代に比べてすごく大きいです。このおかげで車自体の印象を少しこう低めに見せる効果もあり、やはりかっこいいですよね。そして、空力の話に移りましょう。車の全長は約 AMG ラインスケースは8センチになりました。ただ、よくこう空力を説明する上で必要な、よく言う指標である CD 値っていうのがあるんですけども、そちらが先代のお車と同じで 0.24 という数値でございます。この数値は結構業界的にもすごく低い、いい数字でございまして、8センチ大きくなったのに CD 値は変わってないっていうのは、よほど空力に気を使った車だという、証拠でございます。で、こちらのホイールにちょっと注目していただきたいんですけども、こちらですね、一見すると先代と同じ AMG の5スポークのホイールでございますが、少しここのリムの部分が太くなってます。これも空力を意識して設計されたホイールでございまして、風の流れを制御して少しでもこう抵抗をなくそうという工夫がなされています。あとちょっとこれは個人的な解釈なんですけども、ここのリムが太くなったことによって、ここからこう出るブレーキラストがより少なくなった なるんじゃないかなっていう感じがします。ちょっとこればっかり要調査の部分があるんですけど、そういった副次的なものがあるといいなとは思います。サイドはこんな感じで終了させていただきます。
では次、リアルに行ってみます。やはり一見するとこちら2ピースコード2分割、まあ、このボディ側とタンク側でこう2分割構造になったことによってワイドでより薄く長くなりました。まあ、こう見るともう一見するともう S クラスであったりとか E クラスとはほぼ見分けがつかないぐらいの、まあ、形状もそうですけども、やはりここら辺見てください。このフィンとかすごく細くなってるんですよ。だこういう細かいやはり工夫が今回の質感の向上につながっている要因ではあります。またやはり今回の C クラスすごく、まあ、外装、まあ、そうですフロントを見ていただければ分かったと思うんですけど、すごくスポーティーにウェイトを置いているものでございまして、例えば先代にあったここにこの部分ですねに、メッキモールがあったんですよ。銀色のモールがあったんですけども、まあ、それを配することによってなくすことによってよりこうスマートでスポーティーな印象を与える要因のことになりました。なので E とか S クラスとかにはここにこうラインが入ってますので、それはこうやはりクラスの積み上げでスポーティーに着るかラグジュアリーに着るか、まあ、メルセデス、まあ、C クラスは今回のスポーティーに振りましたっていうような姿勢の表れかなっていう印象を受けます。ではトランクいっちゃいます。今ゴルフバッグ入っちゃってるんですけども、まあ、こちらの MG の、まあ、販売してるゴルフバッグですね。横がすごく伸びたのでゴルフバッグが横に入ります。まあ、これはすごく嬉しいことだと思うんですけども、それでいてちょっと一回抜きますね。それでいてここの奥の部分の傾斜がなくなった、傾斜がなくなってフラットになったので、もうよりこう使い勝手が向上しました。ですがトランクの容量は455リッターで同じ先代と同じ容量でございます。でもう一個進化したポイントがある、いわゆる進化したポイントがありまして、トランクスローっていう機能があって宝石を倒す機能があるんですけども、先代はここにこうレバーがあって倒す感じだったんですけども、今回はここ注目していただきたいんですけども、ここに自動の電動のボタンがありまして、これをポッと押すとこう倒れます。こっちの方ですね。ダダーン、倒れない、倒れない、あ、ちょっと待って、倒れない、あ、ごめんなさい、後ろのシードポジションのせいで倒れます。ちょっと戻します。このようにワンタッチでシートが倒せるようになったのは利便性の向上を意味するので、すごく扱いやすくなったなという印象です。もちろんボタン一つ閉まります。後部座席はこんな感じで、外装編はこういった形で終了させていただきます。では今度は内装編いきましょうか。こちらが C クラスの内装です。やはり目に飛び込んでくるのはセンターディスプレイの 11.9 インチのセンターディスプレイがすごく目立つと思います。そしてあの極力スイッチ類をなくしてことによってすごくスッキリとしたイメージで、かつダッシュボードの部分もすごいスッキリしているので、よりこう空間にゆとりがあって
広々とした空間が演出されてます。そして僕の、まあ、好きな内装の部分なんですけども、ここですね。ちょっと一回アクセサリーつけますね。ここなんですけど、電動のシートでアンビエントライトがここにあって、でかつこうメッキモールで囲ってある、まあ、ドアパネルの電動シートなんですけど、すごく上品で色のこう配色がすごい好きなんですよ。でそれでいて今回はこれスイッチ式じゃなくてタッチ式なので動かないんですよ。こう見ていただけると動かないです。動かないんですよ。こういった工夫も、まあ、こういった部分も S クラスと同じような感じになってます。あとは、まあ、全体的に見ていただければ分かるんですけど、アンビエントライトの配置の場所が基本的にスイッチ付近にあります。なのでどこに、暗闇とかでもどこに何のスイッチがあるかっていうのがアンビエントライトのおかげですごく分かりやすくなってます。こういった心遣いも粋だなって感じします。ただそれだとベスト変わんないじゃないか、まあ、ちょっとじゃあ質感落ちたんじゃないかみたいな感じに思うかもしれないですけど、違います。先ほども説明させていただいた通り C クラスはすごいスポーティーさに振ってますので、ちょっとじゃあスポーティー要素っていうのを説明したいと思います。ではまずこちらのシートの方をご覧ください。こちらのシートは、まあ、新設計のスポーツシートになっておりまして、太ももの横の部分、脇腹の横の部分のサイドの部分がすごく盛り上がってますので、左右に揺れる激しい運動にもこう体をちゃんと支えてくれるようなシートになってます。そして、まあ、やはりメルセデスらしくちょっと硬めのシートなので疲れにくい部分もあります。そして2点目、こちらのステアリングホイール、ハンドルですね。グリップ自体がすごく肉厚になりまして、より取り回しが向上してます。パンチングレーザーなんかも入ってよりこうスポーティネスな感じがしますよね。ただ太いからこう女性の方とか手の小さい人が運転しにくいってわけではなくて、ここのくぼみの部分に親指を這わせてあげて手をこう添えるだけで簡単にアクセスができるので、そこまで取り回しに関しては落ちているわけではないです。やはりこう形がここ D シェイプって言いまして、スポーツタイプのステアリングにはよく、まあ先代もそうなんですけども、あるシートで、まあこれは S とかじゃないですかね。あとは最後にこちらのセンターコンソールですね。 S クラスと違って今回の C クラスは6度運転席側に傾いてます。それはつまり C クラスは、まあ、ドライバー主体の車ということを示しています。また S クラスと同様に最新鋭の MBUX、まあ、中のコンピューターが最新鋭なので、例えばパーソナライゼーション機能、ここのポッチ見えますか。ポッチなんですけども、まあ、今ちょっと反応したんですけど、iPhone とかと同じで指紋認証システムがついてまして、それでこのような感じでユーザーを登録して自分のこう好きなパーソナライゼーション機能っていうのがありまして、例えばシートポジション、ライトの色、空調、あとはそうですね、リラクセーション機能だったりとか、そういったものを保存することができるので、よりユーザー視点主体のお車、運転ドライバー主体のお車に仕上がっております。以上が、まあ、スポーツの要素の、まあ、3点でございました。では次、後部座席、ちょっと気になると思うのでちょっと後部座席見ていきましょう。こちらでございます。どうぞ。ちょっと後部座席、助席ちょっと倒しちゃってるんであれなんですけども、結構見た感じ広いですよ。
ではちょっと実際に僕乗ってみますね。僕の身長が173センチ、まあ、去年測ったのでもしかしたらちょっと伸びたり縮んだりかもしれるかもしれないんで当てにできない数字なんですけども、あ、173センチ、かっこ仮だ。乗ってみます。まあ、ゆったりするならこんな感じなんですけども、やっぱりホイールベースが 2.5 センチ伸びたので、もう膝前の空間は少し広くなってます。まあ、頑張れば拳2個入るぐらい、先代レース1個半とかぐらいなので、まあ、広くはなったかなっていう印象を受けます。そして天井ですね。まあ、ちょっとルーフついてるんで、まあ、一概には言えないんですけども、車高も 6mm 上がってるので、まあ、少しゆとりがあります。こう見るとやっぱり窓の面積広いですよね。まあ、そういったのも新しいの、新しい新クラスの緑だなっていう感じがします。こちらでじゃあ内装の説明は終了させていただきます。では早速走行してみますか。では、まあ、今ちょっとその前にこちらのお車のリアアクセルステアリングというオプションが付いてますので、リアアクセルステアリングというのは後輪操舵といいまして、まあ、ハンドルを切った際に後輪が逆向きにちょっと切れるという機能でございまして、その結果最小回転半径という機能がありまして、小回りの度合いですねが向上するというものでございます。先代が 5.2、 リアアクセルステアリングをつけた車が 5.0 になりますので、まあ、先代でも結構取り回しは良かったと思うんですが、今回はこれつければもっと良くなります。ちょっと実際に動き見てみましょう。ちょっとエンジン見ますね。傾いてるの分かりますね。これ 2.5 度なんでちょっと分かりづらいんですけど、この傾きが小回りの良さにつながります。では実際に走行してみて、この小回りどのようになるかちょっと確かめてみましょうか。ではちょっと車前出しますね。それでは大変長らくお待たせいたしましたが、実際にちょっと走ってみましょうか。大丈夫ですか、すいません。じゃあ行きます。やはりとてもナイス、中の音がすごい静かですよね。今全部窓閉めてる状態なんですけど、エンジン自体もすごく静かになりまして、とても静かな感じで受けますね。ちょっとやっぱ切れますね。なんかちょっと若干印象が違いますね。でこちらちょっと内蔵のこのセンターボタン見てほしいんですけども、前方がちょっと U ターンする場所がありますので、まあ、AR ナビで、まあ、ここにカメラがついてるんですけども、見てください、こうここですよって教えてくれるんですよ。
矢印見えます？これがこちらですよって、ここすごい分かりづらいんですよね。初見の人とかはこの曲分かりづらいんですけど、こうやって示してくれるので、まあ、AR ナビはすごくこう見ると便利だなっていう、まあ、最近あれですね、 Google のスマートフォンとかにも搭載されてる機能だと思うんですけども、あれですね、ちょっとアクセルペダルが少し遊びが若干ありつつ、こう吹き抜けがこう加速感はすごくいいですね。やはりあの ISG、BSG から ISG、 あの、まあ、直付け その電動化がエンジンにももともとトランスミッションの方についてるあのエンジン、あ、新型のエンジンだったので、すごく立ち上がりがいいです。出力も204馬力になったので、でプラスアルファ電動の200ニュートンメートルの力が加わるので、とてもパワフルになってます。お、ブレーキはちょっと遊びがあまりなくて、むしろ踏み加減がこう足にこうグググって伝わってくるような感じになってます。やはりこう仙台と比べても、足回りのこう味付けもちょっと違ってて、今ちょっとコンフォートモードなんですけど、コンフォートだとすごく、まあ、あまり変わりないんですけど、スポーツモードにしてるんですね。スポーツプラス飛ばしていきましょうか。あ、飛ばすっていうのはあのスピードを出すってわけじゃないんですけど、ちょっとプラスから、あ、まあ、普通のやつからプラスにして、まあ、これでエンジンレスポンスであったり、ハンドルの操作性、あとは ESP、まあ、電子系統の制約、あとは足回りですね、がスポーツモードになるので少し硬くなったり、エンジンレスポンスがちょっと鋭くなります。ちょっと踏んでみます。結構力強いんですよ。200といえどすごくこう加速が良くて、ちょっとこうシートにか押し付けられるような感覚がありますよね。それでやっぱそれでいてやっぱ音がいい。 1.5 リッターの4気筒なんですけど、もうとてもじゃないけどそんな音し、そんな感じには思えない。いや、すごいこうなんか前より音がまあこう洗練はされてますけど、なんか大きくなってる気がしますね。ちょっと印象は、いやー、やっぱり全然こう乗り味が変わるんだなっていう、まあ、やっぱフルモデルってすごいなってこう改めて実感しますよね。で、足も少し例えばスポーツモードをプラスにしたんで、まあ、なんか純粋に硬いっていうか、跳ね上がり、その路面の跳ね上がりを感じるというよりは、まあ、ある程度吸収しつつ締めるとか締めるって感じで、なんかこう硬いっていうのは引き締まったっていう印象を受けますね。まあ、なんかラーメンでいうなんか固めみたいな感じですよ。わかりづらい説明なんですけど、なんか純粋に硬いっていう感じじゃなくて、しながらさもありつつ の足回りのこう締め方って感じなんで、まあ、とてもなんか硬いだけじゃないっていう感じがして、ただでも踏ん張ってくれるんで、本当はちょっとこうワインディングとかこうカーブのない道とかちょっと走らせてみたいんですけど、まあ、ちょっと機会があったらちょっとそういったご要望をお伝えしたいなっていう感じがします。ではそろそろ戻りましょうかね。本当にアンビエントライト増えましたよね、こう見ただけでも。まあトリマー、まあ、これエアコントリマーそうなんですけど、このダッシュボードがすごく大きいんですごい目立ちますよね。もちろん色が64色あるんで、まあ、気分によって気持ちを変える、あ、まあ、色も変える、まあ、ちょっとバッと入ったなって時も
落ち着くためにあのブルーにしたりとか、ちょっとこれちょっとこうテンション上げていきたいなっていうので赤色にしたりとか、そういったのもできるので、でこんだけやっぱ面積広いとなんか夜走りたくなりますよね、より。センターコンソールの部分のコンパートメントも結構変わって、まあ昔はこうドリンクホルダーがこう左右にあったんですけど、左に全部寄せてます。なんで運転席側からしたらこうやって今これハイドするフラスク商品なんですけどまあこうアクセスしやすいなっていう印象を受けますし、ここにはワイヤレスチャージングがあるので、まあ、iPhone8 とか、まあ、ワイヤレスチャージング機能がついた以降のやつですね、とかだと、まあ、入れるだけで充電できますし、あとは USB-C がついてるんですけど、ちゃんと光ってくれるので、こうどこに挿せばいいのかっていうのが一目瞭然ですね。では、ちょっと戻ります。360度もすごく進化して、まあ標準なんですけど進化しまして、まあ上からこれ見下ろしで、今これ自動でやってくれるんですよ。もうこれあったらもうなんか バックミラー 見て駐車するなんでちょっとうーってなっちゃいますよね。こう斜めとかなかったと思うんですけど、今回ここそういったのが追加されまして、リアクセルのおかげですんごい切れるんですよ。すげー切れるね、これ。おお、すごい。まあこんな感じですかね。ちょっとじゃあ360度見てみます。まあ7の、まあ、こういった場面もこれもオートに入ってるんですけど、まあオート機能なしだとこうやってこう全部見ることができるんですよ。これ合成のあのドアミラーの左右と前後にカメラがついてるんですけど、その4つのカメラでこういった感じで合成をして画像を作り出してます。でもすごいですね、本当これこそザ360度みたいな感じで、なんか不思議な感覚なんですけども、なんか乗ってる感じないですよね。まあこんな感じで、まあ周辺の安全も確認しつつ、まあ駐車もできますという感じでございます。これはまあそうですね、左右のこう幅寄せとかそういったのができます。で画面がもうほんと S ですよね。コンフォートにしたらアンビエントでこういっぱい色変えますよって感じで、ピンクにも赤にも黄色にもなります。あとは機能はあのまあおいおい説明させていただきたいと思います。では降りましょうか。小さな工夫でもすごく嬉しいです。レイライトもすごくまた会いましょう。
綺麗な